ループ、なんだっけ、なんて書いてたっけ、私テロップ。あれか。あれ？6時30分までさせていただきます。朝配信めちゃめちゃ久しぶりな気がしない？めちゃめちゃ久しぶりな気がしない？あ、なんかちょっと元気になってきた。6時ちょ6 30分まで。あ、ちょっとすいません、星投げカウントよろしくお願いします。おしなげかうんと、え、今日どうする？昨日はさ、アダトイモードだったのでハードつけてたけど、今日は何をつけようかな。びっくりマークが出てこん。ん？あ、出てた。朝なので、いや、今うさぎ着てるので、うさぎをつけよう。うさぎはどこ？うさぎ、あ、もしかしてシマスが入る感じ？あ、いける？いけたー。おはよう、やっほーやっほやっほー。次、ありがとう。朝から皆さんお仕事前やもろもろ、ちょっともう前髪がうさぎです。オールじゃない、寝ました。寝たけど、いろいろ画像をまとめたりお風呂入ったりしたら2時間とか寝た多分。ちょっと前髪大丈夫そう。危ない。メイクポーチの中が汚いんですね。皆さん寝れた？皆さん寝た？でもなんかさ、多分緊張してて、あの絶対あの、ね、起きなきゃやばいって緊張してたから、もともと5時半にアラームセットしてたんだけど、もうね4時50分とかにもう目が覚めちゃって、ツイートしたりしてました。してましたという感じです。もう今布団の上から配信してる。ちょっとだからいつもと寝かせが違う。もうなんか寝起きで顔もあれなので、ちょっと暗いとこで配信してます。
ショートスリーパーすぎるって。いや大丈夫です、私ショートスリーパーなので大丈夫。みんな朝からありがとう、来てくれて。おはよう、おはよう、おはよう。朝だからカラオケしよう。声が出ないかな、声が出ないかな。あでもね、私もう2時間とかだったので、寝るのがもう多分寒すぎたら起きれないだろうなって思って、暖房つけたまま寝ちゃった、初めて。はい、大丈夫かな、電気代がちょっとねあれですけど、仕方ない。さあヘタレたちよ、あ意外と出るかも。頑張れ、トゥ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 。タクシーを1回減らせば大丈夫。でも私最近タクシー課金ね、やめてるんですよ。タクシー課金をできるだけやめてる。ちょっとめっちゃ朝早い時とかはしちゃうけど、ありがとうみんな朝からありがとう、ありがとう、今日も頑張って、頑張ろう。クリスマスがそうだ、もう終わったんだね、26日ということは終わったんだね。皆さんおし投げ3週よろしくお願いします、よろしくお願いします。2週プラス50完了でもありがとう、ありがとう、朝からありがとう、ありがとう。そうさ、昨日配信終わってから今日の配信のスケジュールを上げれたらよかったんですけど、間に合わなくて今朝になっちゃったので、ちょっと今日からは次の日の配信予定を最後の時間じゃなくて、もっとちょっと余裕を持って立てようと決意しました。私決意したりなどしました。どう思いますか。頑張れって言葉これ以上言いたくない、できるように頑張っていること知っているから、そこそこで。なんかクーラーじゃない、暖房があれになっちゃった、定期的にやってくる掃除の時間になっちゃったから寒くなっちゃった。そうだね、早めに。取り掛かって早めに越したことはない。翔一さん船ありがとうございます、ありがとう、出航ありがとう。ちょっと今日からは、ほらなんか掃除してる、ありがとう。今日からはねスクショじゃなくて書いていこうと思う。ありがとうございます、書いた。ちょっと寝起きで字が汚いけど読めます、ありがとう翔一さん。
ちょっと帽子かぶったらダメだちょっともうダメだ。最近ね、まつげ美容液を結構もうずっと使ってたんですけど、最近もうなくなっちゃって新しく買ってなかったら、なんかまつげが短くなった気がするですなのでちょっとやっぱ大切なんだなって感じてる。まつげが最近短くなっているのです。私誰か気づいたかな。飛び裏をすると私は最近思います。メイクはまつげが上がってたらさ、あれなんですよ、目がさ、目が開かない。目が開いて見える気がしますね。画面見ながらしたら絶対目の中に入った、絶対目の中にアイシャドウが入った気がするけど、もういいや。タタ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 ワーワーワータタタイエイエイ、懐かしい野菜ジスターなら、さやかりんはどんな野菜だろう、なんだと思う。あんまりさ、野菜に例えることってないからさ、あれだよね、わかんない。動物で例えるってなってもさ、いまいちわかんない。1週目と50カウント完了、もうすぐ3週目発送しますが、ありがとうございます、ありがとう。え、ここでさ、今ってさ、配信してってさ、声響いてる？声響いてない？響いてないですか？もしかして響いてる？響いてるんだ。え、響いてない？どっち？多少、あ、なんか前配信した時よりは今物があるんですよ、ちょっと目の前に、あのいろいろまだちょっと直してないものとかがあるから、それであ、ちょ、響いてない、そんな気にならん。おー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 おお、ちょっとね、入りきってない、ちょっと布団とか置いてたら、お、吸収してくれてるのかな。おお、あ、声張ったら響くんだ。
あ、じゃあいいかも。私結構クローゼットに引きこもって配信してたので声が響いちゃうから。おおおおおお、高音が響くんだ。絶対私さっきアイシャドウが目に入った気がするんだけど、あとでちょっとなんとかしよう。3週間でありがとう、ありがとう、朝からありがとうございます。ありがとう、お疲れ様、お疲れ様だよ、お疲れ様です。ありがとう、今日も一日頑張ろう。寝落ちしないようにね、気をつける。でもね、一応配信をさする予定のね前とその時間にもうねアラームセットした、全部昨日の夜。あ、そう、なんかさ、配信の予定を上げたんですけど、5回目の配信のさカウントの枠のカウント枠の時間、20時30分から20時40分が20時30分からにした方がいいというアドバイスをいただきまして、10時31分、がいいかな、でいいかな。にしようかと思いますので、おいでごらんば、10時30分から20時40分までに多分帰れる。また、ね、ツイートしようかな。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にありがとうございます、ありがとうございます、はい。なんて滑舌がちょっとすごいすごいマイルドな言い方をしてくれてありがとう。あ、6時19分、私の好きな時間6時19分だよ、6時19分ですよ、6時19、結婚してくれる？結婚しないです。結婚したい。朝でもしない。なんか6時19分見れた日は嬉しかった気がする。中学とか高校とか、なんか朝のテレビ番組とかでさ6時19分見たら嬉しかった。そういうのあるよね。話をするの夜じゃないと難しい。そうだよね。でもありがとうね、来てくれて。朝の星ネギ終了、まだまだ不慣れだから練習しよう。ありがとう、ありがとう、ありがとう、嬉しい、嬉しい。あれだよね、今日のさ昼ぐらいにさからポイントが出だすんでしょう。
多分ね睡眠時間が短いからね逆に今眠くないもん逆に眠くないし、なんか顔とかもそんなにむくんでない気がする。多分ね、どうなんだろう、5時間とかが眠い、一番眠いかな、寝起き。もうなんか、でも多分今日はね緊張してたっていうのもあってなんかもう目が覚めちゃったからどうだろうちょっと気をつけるね、途中寝落ちしないように。今日そう、明日はさ花だれ公演がさありますので、どうしようかな、スケジュールどんな感じかな。ちょっとこのさ6時30分、あ、もうこんな時間、8時5分から次するので、そこにちょっと寝落ちしてないようにちょっと気をつける。どうしよう、え、寝たら危ないかな、6時半7時半8時半危ないかな。そうだね、だから明日はさ結構できない時間が長いと思うので、公演しなげさん週50巻と完了ありがとう。あ、寝た方がいい、ありがとうございます皆さん。どうなんだろう、明日公演の日とかってさ、あ、でも難しいかな。メイク時間メイク時間とかするの難しいかな、難しいよね、どうなんだろう。できるのかな、ちょっととかならできるのかな。また明日のスケジュールとかがはっきり分かったら相談させてください。3週完了ありがとうさき。SMS 認証って何？そう、 SMS 認証をねしてないと無料のポイントが反映されないのでね、星とかぜひ認証よろしくお願いします。あのマイページのから認証できる、マイページのアカウントのところから認証できるので、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、昨日そう、壇上読みの途中でどうやら切れてたらしくて、私めちゃめちゃ一人で喋ってたんですけど、壇上全部読んで40番まで全部一人で読んでたんだけど、あの
切れてたどこまでがどこまで映ってたのか分かんなくて、壇上からこう戻ってきたらもう多分切れてて、どうなんだろう、全部読めたかな。あ、1位は間に合ってた。あ、そっか、よかった。あ、40番の方が切れちゃってたんだ。あら、めっちゃね、一人で喋ってた。40番の、ありがとうございますって言ってたあ、ギリギリ間に合ってたの。そっかそっか。なんかじゃあちょっと前、結構余裕を持って壇上読んどこうと思う、今日から。ありがとうね。そうしよう、そうしよう。そろそろ時間、ありがとう、ありがとう。あ、じゃあ壇上をちょっと読みますね。壇上読ませていただきます。はい、13位ラムネさん、ありがとうございます。12位ユッキーさん、ありがとうございます。11位ヒューガヒャンさん、ありがとうございます。9位リョタさん、ありがとう。なんか手勝手なごめんなさい。9位リョタさん、ありがとうございます。8位山井さん、ありがとうございます。7位カズサさん、ありがとうございます。6位小林さん、ありがとうございます。5位名古屋のひーくん、ありがとうございます。4位千葉田さん、ありがとうございます。3位サラマンターさん、ありがとうございます。2位花道さん、ありがとうございます。そして1位翔一さん、ありがとうございます。そして、あ、じゃあ朝なので今日ハッピーに過ごせる方は名古屋の山ちゃんです。おめでとうございます。パチ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 、ありがとう皆さん、朝からありがとうございます。28分ということで、ちょっと時計をそろそろ見ていこう。あのね、違う、私がテカってるんじゃないです、多分きっとあのこっち、あのちょっとね、こっち側にちょっと部屋のね、電気は消してるんですけど、こっち側の電気とこっち側にあのリングのライトを置いてるので、その光が多分反射してるんだと思いますという言い訳をしときますあ、これはさ、内側から発光、そうしとこ、そう。あ、そう、私があの私が太陽、何だったっけ、クラコンで言ったやつ、何だったっけ、私が太陽みたいな、なんか言ったよね、世界を照らしてますみたいな、なんかそういうことにしておきます、そういうことにしておきますということでちょっとクラコンのね、ネタで前言ってそういうこと言った。ということで、皆さん朝からありがとうございました。次は8時5分からです。よろしくお願いします。ありがとう、今日も一日頑張りましょう。ということで、また後ほどお会いしましょう。みんなも今日一日お仕事、学校頑張ってください。バイバーイ、ありがとう。